1月の歌ではよく知られているんです。これはね、漢字バージョンの方がいけるかな。ひらがなもあるから。こっちは全部ひらがなバージョン。どっちがいい？全部ひらがなバージョンがいいです。いいよな。全部ひらがなバージョンで、大人の方は一緒に歌ってください。はい。じゃあ、いきますね。ララ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 ラ、年の初めの試しとて、終わりなき世のめでたさを、松茸立ててかのごとに、楽しけれ。ありがとうございます。これね、2番もあるんです、うん、これ2番もよく知ってるという方、1人だけおいでる夜もに輝く、四方にね輝く、今朝の空、君が御影にたぐえつつ、何のことやことやらと思ってるね、この時ね。で、青い耳こそその時で、今年もどうぞよろしくお願いいたしますという感じで、このくらい大きく書いておくと一番後ろまで見えますね。で、共通教材をこういうふうにしておくと毎年使えます。で、他も簡単で、これは小学校幼稚園年長さんバージョンで、年長さんにこれしておくとひらがなに親しめる。で、これデイサービスお年寄りバージョンね、ありますね。これ振り仮名もありますし、文部省唱歌なんですが、昔は文語帳だったので言葉が変わっているところもあります。こういうのをするとみんなで歌えるので、大勢でこう一体になってやるときにいいかなと。腰できてしょ、この折り染め、ね、